ジルクレモンジルクレモンジルクレモンはフランス人ランドスケープアーキテクト景観デザイナー。策定家。その他植物学者、昆虫学者、作家の顔を持つ。アルジャントンシュールクルーズ生まれ。1969年にベルサイユの国立高等造園学校を卒業し、母校で長く教員を務めている。現在は同校名誉教授。近年は リュクサンブールのケブランリ美術館でジャン・ヌーベルと共同美術館周辺の庭設計を担当しているメル国際現代アートビエンナーレ参加要請に応じて2007年6月に発足し参加した最初のプロジェクトでは農薬の合成から有機園芸で使用される植物イラクサが作ることができるプールとイラクサの肥料の免疫力を強化と治療回避のため耐久性のあるように 水の庭で構成。カリアリのサルデーニャ島ネクロポリスの庭は、主張レナートソルの要請に応じたもの。その他、などを手掛けている。デザインには、植物のサクション、経年変化を取り入れる試みを実行している。国際的に最も名声を得た作品として、1985年に開催されたパリッシュ主催のアンドレ・シュトロエン公演の設計競技で建築家。 パトリック・ベルジェと共同し、アラン・プロボとジャンポール・ビギエ組と共に設計者に選出される。全体計画は4名共同。このタジャン・フランソはジョドリーが加わり、主に公園北東部の集列の庭、白の庭、温室、動きの庭を主に担当。設計思想としているグローバルガーデン、第三のランドスケープ、動きの庭といった観念の導入をここで試みている。 1997年には南アフリカソエトのソエト都市整備計画を発表。この計画で都市計画の基本となる要素を下水や汚水の排水装置の整備、自然環境を伊島まで自然と都市とのつながりを保全することを目指し、広大な湿地帯の一部分を都市的な地域と居住地とに変更する案である。真っ先には公共公園、また チリからニューカレドニアへの庭園まで手掛けることで知られる。フランスのデザイナーとして知られるが、さらに人気のグーは小説を執筆する作家としての一名を持つ。また生態学者、植物学者や昆虫学者としても知られ、実際カメルーンで1974年に新種の蝶バニアープシス・クレメンタインを発見してもいる。ベルサイユの造園学校卒業後、 ちょうど講師になった母校にランドスケープデザインの専修過程が発足し、すでに自然に対応したアプローチというテーマで、生物学的なガーデニングデザインをベースにしていく。思想的に人間で手付け数の自然とのパートナーシップ、ロマンチック崇拝が垣間見られる。こうして、今はフランスランドスケープアーキテクチャー教育の名門ベルサイユ国立学校教授である。同行では、 自然の歴史のほか、設計教育を担当する唯一の講師である。ただし他の教授陣とは異なり、彼自身は現場の庭師という立場を好む傾向があるという。庭園の設計における商用などへの拒絶反応についても強く、クレマンは数年来、そういうものは匿名の農民、エンジニアやランドスケープの本当のアーキテクトである、林業従事者らに与えられるべきであると主張し、 ペーサージュ、景観設計に関するフランスの国家賞を拒否していた。1999年に受賞したものは彼の同意なしに授与されている。著作に、庭園論では、動いているには、惑星というには、第三風景宣言などがあり、小説も、トマト旅人ほか多数。ありがとうございます。